信開始で、はい、ちょっと後ろ下げてくんね、はいはい、やったやっ、あ、やった、やあやった、始まった、やっと始まった、ったでしたすぎる、もういい加減にしてくれと、はい、PC が避けてクラッシュしておりましたPC のね、あの、修復にですね、なんか5分くらいかかってましたね。いやー、わかんないね、はい。インスタライブで繋いでおりました。インライからのやつ、よう。インライから、ようこそ。ようこそ。さあ、日本代表 VS シリア代表の、タッケ！タッケ！もう今日、だって日本代表ガチ名やもんね。ちゃんと見して。ちゃんと言いますか、俺が。ちゃんとスタメン見して。キーパー、オーチャコ？キーパーで調べたんで大丈夫です。あ、本当ですか、はい、大迫、富安、板倉、町田、はい、南野、田中、青、遠藤、中野圭斗、久保建英、堂安律、上田綺世。そうですよ。マジで結構いいメンバーなんじゃなくて、もうほんと前線殴り込み。殴り込みですね、これ。これ殴り込みメンバーですよ。ちょっとすいません、飯食います、はい。もう森も7時なんでね、言うても普通にね、今日昼飯食い損ねたんだよな。7時から配信ってもうどんだけ、もう朝よ、なんなら、感じでございますけれども、ちょっと今朝ではないっす、ね、準備をバチバチしておりますので少々お待ちを。はい、レイジさん320円スパイスありがとうございます。ありがとうございます。トミー金髪になってたけど、某 YouTuber の影響で金と黒のハーフとかに次第でよかった。いや、ほんとそうよな、マジで金と黒になってたら、正直ちょっと富安、いやでも去就に関係してくるでしょ。一時期メッシュ入れてた時に。いや、メッシュ金と黒じゃない。いや、メッシュと金黒は大きな差があるから。全然違うが。全然違うよ。金黒エンゼルフレンチだったらもう結構みんな放出容認するでしょ。富安の。まあでも。除籍ですよ、除籍。でもなんか、襟足黒くない？いや、それはもう、そういう風に見えるだけ。だけじゃない、うん、生え際。でもだいぶ金髪よな、ね、明るいわ、マジで。だいぶ明るいんだよな。さっきね、一瞬ね、あの、堂安が映った時、富安に見える。いつだもんな。そうなんだよ。アウロノコプト320です。あります。伊藤さん、謝罪関係を開きなさいと。何の？遅れたことに対してね。ああ。それに関してはもう本当に申し訳ないと。いや、もうそうですね。いや、マジで、うん、ごめん。うん。うん。米がうまいっすよ。今。今俺は米に夢中だからさ、米に夢中だから、謝罪より米だから。そう、時間とスコアもバタバタしてるし、タイマーも動いてる、何もしてねえや。そういえば、いや、いいんじゃないですか、素材の味ってことで。やべで、あるのに素材ない時に勝負しようぜ。まあでも、まずワウワウにもありがとうだよね。そうだよね、放映決ま決めてくれて、ワウワウにもアベマにもありがとうって感じですよ。もうワウワウも別に結構、おわー、これはすごいわ、これは完璧じゃん。これは完璧だわ。This is 9! よいよいよい、綾瀬仕上がってんな。ナンバー9すぎるだろ、今のは。クロス、ケイティ？ケイティじゃない？ケイティの。何その縦突破して普通に左上げれんだ。グイーンって言って、これ。うーい。いやー、これハリーケインじゃないですか、これ。いや、もうこれハリケインだわ。令和のハリケイン売れたやつじゃないですか、これ。じゃあ、ハリケインは何なんだ。あいつは平成のハリケイン。あいつは平成とか。いや、すげえな。いや、簡単に見えるけど、このゴール埋めるチームバカ強いよ。いや、あっさりそうで、これ難しいですよ、こんなの。俺はやばいわ。はぁ、ハリケイン、えぐ。ほんで、やっぱ中村ケイティいいなぁ。ケイティ絶対、G へ関与するマンだもんな。ちょっと押せるわ。な。このヘディングむずいよな、これな。意外と、うん。対空時間が結構求められたか、今。求められるね。そんな速いクロスでもないから、しっかり合わせなきゃいけないっていうところも含めて。ね、首強くないとね。左であれ打つもんね。左で KT。左でね。これは。これは、でも富安率いるバックス軍団がいるんでしょ？でも、本当に3バックじゃん、これって。いや、そうよ。俗に言う。そうですよ。ウィングバック。ドゥーアンとドゥーアンとケイトでしょ。ディフェンス登録3人だけみたいな。そうよな。これで守れたら、うん、いいけどね、別に。
もうびっくりした。俺この年になってこんな涙流すと思わなかった。うわあ！これはエンバペです、マジで。ドゥーバペ。ドゥーバペじゃん、これ。ドゥーバペだわ、これ。これは、あのまたぎからのニアはバペです、これは。ドゥバッペ。ドゥバッペ。アンバッペ。アンバッペだ、これ。アンバッペだ、これ。逆アンバッペだ、これ。強ない。ここ、ビルドアップ。この一発でね。ねえ。で、竹。はい。あ、強いな、竹。ちょっとこけながらだったけど。ボン。いや、これ入るんだったら。サッカー簡単ですよ。サッカー簡単ですね。これ入るんだったら。マジでね、あいつのゴールジルーみたいだし、ドーアンのゴールはエンパペみたいだし、これ実質フランスですよ、マジでこれ。これレブルーか、これ。レブルーですよ、これ、マジで。実質レブルーです、これ。ザブルーだな、これは。ああ、来たわ。来たわ。今日サッカー簡単な日だ。簡単な日だ。何でも入るわ、これ。おい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 。これはレブルーだ、マジで。なんか最近な、なんか、この前も、ケイティ決めてたしな。そうよ。ああいう感じだな。ねえ。今からユーロ間に合わねえ。出た。ちょっと、ごめん。久々に言うわ。俺ら最強っす。マジで。あの別にもう、なんか、グループ選手からとかは言わない。うん。純潔から混ぜてくれ。いやー、でもね、もう、開催国ドイツは泣いちまうからよ。そっか、やめとこうか。ドイツのためにも。ちょっとメンツがよ。そうだな。あれだろ。ドイツとスペインが、もう冷えちゃうからやめよう。冷えちゃうから。俺らのいないところで先を決めてくれ。勝ったチームとやろう。俺ら上で待ってる。うん。うん、俺ら上で待ってるから、マジで。待ってるから、マジで。あの、アジアベスト8で待ってるから俺らは。ふざけんなよ、マジで。アジアベスト8で待ってるから。うん。お前らも来いよって。逆にお前、こっちでやらせろってな。アジアカップお前ら来いよっていう。レベル高いから、マジで。アジアカップでマジレベル高いから。レベル高いから、マジで。強いからよ。マジで。あー、トップ。ボタン320です。ありがとうございます。ダゾーンの番組で、ジュンヤが中村のことを時間守らない、人の話を聞かないだとボロクソに言ってました。ランスで。ランスで。時間守るのダメじゃないか、お前、マジでそれ。天白だったら揉めっつ、マジで。なんだそれ。ノー。オフないの？オフないの、今。え？いやー、じゃこれ、今広島だもんね。うわ、俺この試合見に行きたかったなー。ね、広島も行きたいし。うわ、広島行きて。エスタディオン広島だっけ？かっこいいよな。お。え、あ、え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 、マジで。最強。はい、最強だな。はい、最強。最強。はい、最強。マジで。え？最強です。ビューティー。マジで。この上だから。アルゼンチン連れてこい。本当に。コパアメリカでもいいから混ぜてくれ、マジ、本当に。ワールドカップやろうぜ、マジで。計画通り。こんなゴールあるかね。こらっそ。こんな、こらっそ。ああ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 めちゃくちゃだもん、俺。いいんじゃない、マジで 4-0 にしといてよかった。マジで 4-0 にしといてよかったもんな。なあ。スコア変える前に3点入ったわ。なあ。飯食ってる間に。何対0まであんだろう、最高記録。9-0 とかなんか昔あったよな。日本代表？うん。いやー。8-0、9-0やってたやったっけ？なんか見た、かぁ、なんか7点ぐらいまでは見たことあるかもしれないけど。うん。8とかはね、14-0。14-0？ それあれじゃなくて、フランス対、リヒテンシュタインとかじゃなくて。リヒテンシュタイン。モンゴル戦か！あー、そのモンゴル14-0か。そんなのあったか。あ、そっかそっか。わかんねえな。じゃあ超えよ。14-0はちょっとペース遅いか。マサーちゃんの320です。ありがとうございます。今日スクミズ見れないんですか。なんだっけ。え？ああ、俺のあれか。スクミズね。脳空っぽすぎん。お前以外誰いんだよ、マジで。スクミズ見たいっすか？ちょっと待って。なんでいつもだろ、マジで。バン。あー。でもね、下デニムだからね。下デニムだからまだ。そうなんだよね。いや、マシでしょ。またどうせ減るわ、これ。終わりです、終わり。
もちん。これは、黒タンクトップスクミズじゃないでしょ。スクミズじゃねえっぺよ、これ。ね、これ、ただの闇落ちつかしだから。闇落ち。裸の大将。そうよ、闇落ち。黒バージョンだから。マジで、サンドイッチしか食べない。いや、おにぎりに絶望した裸の大将だから。黒デクみたいなでしょ。黒つかしだから、これ。はい、そんなんだ。タクソさん800円スーパーチャットありがとうございます。ありがとうございます。監督時代に立ち消えになりそうになったり、移転先が本来の場所が移されそうになりながら、結果を残してこのスタジアム建設を引き寄せた森保監督の率いる日本代表が、広島ナイトのちゃんと受けながら戦ってるの、森保サンフレッチェに見せられた一人としてマジで感動しました。いや、そうですね。だから泣いてたのみたいな。いや、そう、最初さ、始まった時。うん。え、泣いてたよね。ね。え、がっ、ちゃんと泣いてなかったの？そう。だからマジでそういうのあったんじゃねえかなってね。このスタジアムでね。ねえ。しかもまあ、なんか普通に映ってるけどさ、最高のスタジアムじゃないこれ。距離感近いし、コンパクトだし。これ、えぐいなこのスタジアムって思いながら見てるもん俺。うわ、ソファーふかふかそう、なんか。ソファーもしかも紫で。紫。このスタジアムすごいよな、これな。芝も青々としてますよ。芝も青々としてるわ、これ。がね、なかなか。おーおー痛くなー痛くなーどういうことだ、どういうことだ今何が起こった痛くなーえー長すぎだろ、あの時間。組みたいそうだ、マジで。苦笑い、両者。バニーマンだ。バニーマン。バニーマンって見たわ、あれ。バニーマンだ、あれ。なんで板倉も動こうとしなかったんだろう。ずっと楽しんでた。バニー板倉。バニー板倉。あ、そう。うわお、あ、サス PK だね。サス PK。サス PK だね。今。追いつく速さもそうだけど、パスでよかったな。今もうワオじゃないですか。うん。鎌田か、今。あ？どっちだ？鎌田か。鎌田か。うん。うわ若干緩かったのが構想者が。まあ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 。いや、PK です。PK ですね。誰？綾瀬？さあ、ベイビーフェイス。相馬行きます？相馬、ベイビーフェイス相馬。もらったやつが蹴ってみようのシステム。いや、いいんじゃないですか。また4点目ですか。あ、お、川村氏。川村氏来たね。川村氏が来ましたね。イケメンだな。キリッとしてんな。え、なんかさ、エイペックスの実況とかしてる人に似てない？あー、似てるかもしんない。マジ相馬蹴るんだ。アナウンサー顔みたいな。ね、アナウンサー顔してるよね。うん。最近日本代表めっちゃかっこよくない？やっぱね、イケメンじゃないと慣れねえのよ、もう。イケメンじゃない。プロに。嘘でしょ？マジで。あい、うまいね、さすがにね。うわ、その、ウエス退場！ウエスが、ウエスがマジすごいライン上にいるね。相馬バーサスウエスが熱いな、なんか。お？ここには南の滝。うまい滝滝結構深めの時間に撮るよな。やべえね、深めの滝なのよ。だよな。深めの時間に撮るな。いやー。うますぎ。いや、5点。いや、なんか久々にこんな気持ちいい試合したね。なんだろうね、もう。これ、ハシャカップもいけんじゃない？ハシャカップいけるでしょ。いけるな、これ。マジうめえな、シュート、これ。ね。体リーグワンのベストイレブンですよ。そりゃ、こんなところで止まってらんないっすよね。ほんまよ。いやー。見事です。クロップもにんまりしてるよ。見に来てんじゃないクロップも。今いいんじゃない？暇でしょ今。暇でしょ今。暇でしょ元リバプールを。代表戦とか見んのかなユーロとか。いや、見んじゃないさすがに。一応見んのかなさすがに。ドイツ代表もいいすんじゃないだよな。
の番号が日本の順位だからやめよう。お前、チクチク言葉言うなって。おいあんまし。それ、言っちゃダメな言葉があるからね、マジで。滝の背番号が日本の順位って。まあ、ないでしょ、順位って。うん、あんまり、そういうの言っちゃダメなんだよ。ないでしょ。お、避けていく、クロスを、上げた先に、うん。決めると盛り上がる。やっぱね、なんかそういうスター性よね。うん、やっぱ滝は嬉しくなるもんね、うん、みんなが滝決めると。滝がだってひげ生やしただけで列島がざわつくじゃん。ミスター都市伝説じゃねえか。やっぱない方が全然かっこいい気がするな。ない方が全然かっこいい、似合っとる本当に。滝はこのみずみずしさがいいわ。でも部屋版がいいですね。部屋版がいい。うん。まあ、いつもやっぱ部屋版はね、男の子の憧れだから、ね。やっぱりサッカー選手といえば、うん、これよ。部屋版指定だよ。